漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はスモーキング、岩城浩先生の作品です。連載期間は2015年から2017年、週刊ヤングマガジンで連載されていました。スモーキングはクセモノ揃いといった感じの殺し屋集団が主人公の作品です。始末をする際に入れ墨を皮ごと剥ぐところが特徴的。非情な行為をする者たちは人間味にあふれています。全5巻なので短時間でサクッと読めます。あっさり終わっちゃった感はありますが、あまり無理が来ないうちに終わらせたのは良かったかもしれません。あと全5巻なら進めやすいですし、比較的近年に映画化された闇金牛島くんや新宿スワンなどと通じるところがあります。だから牛島くんやスワンが好きならスッと入れると思います。逆に残虐描写もあるので生理的に無理な人は無理だと思います。ただですね、普段はちゃんと見えないそういった裏社会、裏の世界っていうのは魅惑的なものですよ。アウトロー漫画好きな方におすすめです。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。